自分の活動に関するお題、うん、2ここが辛いよ VTuber。 イエーイ、ここが辛いよ VTuber、うん、うんうんうん、なんかある辛いこと、辛いことか、うん、まあでもコメントしてる人の表情が見えないのは辛いなって、うん、分かる、思うかもしれない。なんか見えないからこそなんか1対1でお話しするときに、うんうん、あ、何々さんなのみたいになるのが、ね、感動はすごい大きくなるけどね、えみんなの顔が見てんじゃ我々、ね、やっぱ直接会って話したいなって思うときはあるな、うん、みんな今どんな顔してるの、うん、真顔じゃない、真顔ニッコニッコしてる、草って言いながらさ、真顔のやつ、ちょっとね、真顔で草って打ち込む、あ、ニヤニヤしてる、ニヤニヤ、めちゃ笑ってる。いや、あとなんだろうね、辛いこと、なんだろうね、逆になんか、うん、これが辛かったからこうするといいよみたいな、大先輩としてさ、ちょっとまだねえねえ3年目のペーペーなんで、うん、あー3年目か、そっか、うん、なんでしょうね、なんか私は活動もう6年目なので、すごいよ、倍だもんね、もういろんなものを見てきたからあ、なんか辛い話あるって聞かれると、うん、いっぱいあるだろうがっつって本気ベクトルの辛い話が出てきちゃうから、ちょっとそれはね、今日はあんまりよろしくないので、うんうん、なんだろう、うん、なんかこう、最大の壁とかはさ、うん、どの何年目くらいでやってきた、年々やっぱちょっと重なってきちゃうのか、あ、ね、乗り越えなきゃいけない壁が来たなっていうのは、うん、1、3、5ぐらいの順番、奇数ね、そう、1年目、うん、3年目、5年目わで、結構山があった気がする、あ、じゃあ今一山乗り越えた、乗り越えたばっかり、乗り越えたところや、そう、じゃあ、なんか自分の意見を貫き通すのがいいのか、うん、他人の意見に、うん、はいって言ってくのがいいのか、どっちだと思う？あー、五分五分ぐらいかなって思うけど、うん、私は基本的にやりたいことやらせてもらう方が輝けるタイプ、うんうん、だから、うん、運営さんとめちゃめちゃ喧嘩したこともあるし、やだっつって、それはやりたくないっつって、あー、やりたくないみたいなのもね、やりたくないっていうこともあったけど、うん、でもある程度受け入れていかないと崩壊する、あー、ある程度なんか妥協点をお互いに見つける、おー、あ、妥協ね、うん、そう、100% やりたいことが叶うわけじゃないけど、うん、まあ 60% ぐらい叶えてくれるんだったら、じゃあそれでいいかなみたいなのも大事になってきます。じゃあ今のルリちゃんの6年の活動さ、うん、何パーセントくらい満足度があるのかしら。 120% ぐらい。おーいいねなんか物事による、なんか嫌なことが起きると下がってっちゃうんだけど、うん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 、でも全体だったらほんと 120% マックス120って感じ。素晴らしい、人生楽しい。いいね、それが一番いいよね。人生楽しい。楽しくなきゃもう6年もやってないっすよ。そりゃそうだよね。どうなの、ねねちは満足度的に。ねねはそうだね。まあなんか、うん、プロライブに入って、うん、なんか一旦そのねオーディションを超えたっていうので、うん、一旦落ち着いたんだけど、うん、それからやっぱやりたいことも増えるし、うん、なんかやってることね、ホノライブいろんなことやってる人が多いからさ、うん、そうね、なんかこれもできるんだ、あれもできるんだみたいな、うん、なんか欲張りさんになっちゃいそうだよね。あー、なるほど。だから本当に自分がやりたいことは 何なのかなって、うん、たまになんかちょっと迷う時がある。おー、そうなの、うん、なんかありがたいことに選択肢が多いからさ、いいね、うん、あれもできる、これもできるってなった時に、うん、じゃあどこに、うん、ねねは軸を置きたいのかなみたいな、うん、ちょっとね、真面目な悩みもたまに出てきちゃう。なんかちょっと言っていいかわかんないけど、安心する、うん、なんかお、なんでなんで、いや、我々というか、私からしたらその、うん、ホロライブってめちゃめちゃ芝生が多いわけよ、うんうん、そう、そうだよね。だから、うん、ええなと思いながら毎回その活動のお知らせとか見るためにいいなって思うんだけど、うんうんうん、やっぱみんな悩んでるんだな、悩みながら頑張ってるんだなって思うと、まあね、なんか規模感は違うかもしれないけどね、うん、やっぱそのルリちゃんみたいにさ、うん、ねたちは数が多いからさ、うん、こう一人一人へのサポートはさ、うん、やっぱどうしても、うん、あ、広がっちゃうからさ。そうね、うんうんうん、こうビシッてやってくれるのもいいし、うん、逆にこうだからこそ、うん、あのねたちがこう青く見えるのも多分あるよね、うん、そうなんだよね。そう、本当に青く見えてるってだけで、ちっこいつとかって思ってるわけでは絶対にないんだけど。やだー怖い怖い、帰ろう
その活動がどんどん広がっていていろんな人に知られていくっていうのが、ね、やっぱり見つけてもらいやすくなるというか、うん、そう確かに確かにっていう可能性もねあるから、なんか本当に広報保護者面で見守っていますお姉ちゃんじゃなくてママになっちゃうママ身を持って、ママ身を持ってママ見守っています最強でもう後方上くるんですよ、こうやってもうこうやってそんなブルンブルンさせちゃってブルン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 、うわすっごいだからちょっとびっくりした今、私も私も今びっくりした持ち上がっちゃってましたよ今びっくりした今はーい6う見ているみんなにファンサービス、何がいい、ファンサー見ているみんなにファンサーお願いします。え、あはん。いやだ、恥ずかしい、みんな。あんまりデミのこと見ないで。いいですか？はい。はい、ありがとうございます。どうどう。いいですね、何かちょっとルリちゃんのも見たいな、ここルリちゃんのチャンネル嘘でしょ、私が需要ない、需要ない迷ってる迷ってる、あ、いやんセクシーに言えるでしょ、うふーん顔顔あはーん、イエーイやばいちょっと自分でもびっくりした今自分でもびっくりした半端ないね、半端ないですね、やばいですよそれは、あ、こんなことできるんだ、持って帰りたい知らない知らない自分を見つけてしまったやつ、今日ね、新しく見つけてしまった、新学期始まったから新学期始まった新しい自分に出会っちゃった、新しい自分に出会ってしまった、あ、新しい自分に出会ってしまったいけませんちょっと興奮してきましたねはい、ということでこれからも強く生きていきましょう、以上サイコロトークのコーナーでした、ありがとう。